今日は、はい、何をするんですよ。今日は YouTube を始めるっていうことでチャンネル名を決めてもらおうかな。 Twitter で募集して何件ぐらい来たんですか？1300件を超える。1300？ はい、来てます。エントリーナンバー1番ももチャンネル。ももチャンネル、俺も最初やろうかなと思った時考えたのこれです。ももチャンネル、なんか言いやすいしちょっと可愛い感じもあって、はい、いいんじゃないかな。はい、これです。ももたの姉チャンネル。はいはい、呼び出してるかな出ちゃうからな。これこの羽入れんでもちょっと認知されるぐらいまでに頑張りたいっていうのはあるけどね。桃田健人のバドチューブ。あんまりそのバドミントンだけに偏ったチャンネルにはしたくないんですよね、俺的に。バドミントンってもうコートの中でこう示せばいいから、コートの中でこう示せばいいから。4番。はいはい、モモ TV。 あーありあり、いいいいいい、これいいね。ちょっと子供受け良さそうだね。子供大好きだからさ、精神年齢が一緒ぐらいなんだな。桃田の部屋徹子の部屋みたいになってるから。それ同じぐらいの長寿の。あまあまあ、ちょっとミステリアスな感じ。桃Tチャンネル。俺いつまで桃Tなのかな。まあまあ、まあ、悪くはないでしょう。7番好きよ、数字的に。背番号も7番だしね。ケントゥードリームチャンネル。上級者すぎる。かけてます。もしさ、俺これチャンネル名これにして、小学生たちが学校行って「昨日見た?」みたいな、「ケントゥードリームチャンネル見た?」みたいな。一応海外の人たちも意識してもいいかなって。ああなるほど。英語だけの回とか。おお、見た。いいね、見ましたね。まあ無理っすけど。自分の考えも1個足していいですか？あ、ぜひぜひ。最近すごい好きな人がいて、 EXIT のカネチーが好きで、もう見てもらった通りだよね。このまま EXIT の服買っちゃうぐらいまでのファンなんで。めちゃくちゃ好きっすね。めちゃめちゃ好きでしょ。 EXIT ももちーチャンネル。お、1個足そう。ももちーチャンネル、よいしょ。ももちーチャンネル、俺1個足したいな、候補にですね。ももちーからももちーにもしたいし、ね、これはチューブファンからちょっと来そうですよ、ね、すどうすか。もしじゃない、もしではないけど、ちょっと当たりそうもないけど、えぐいね。チャンネル多いなってなったら TV に残したいなってなったら、このももちーチャンネルはすいません。ということで、はい、海外向けもあるんだもんな。これ決めたらさ、皆さんこんにちは、ケントゥードリームチャンネルです始めますみたいな感じでしたよね。ちょっと恥ずかしいな。それぞれで全部やってみる。大きい声で。あ、じゃあ一応やってみますか。しっくりくる。どれが一番しっくりくるか。皆さんこんにちは、モモ TV やっていきたいと思います。皆さんこんにちは、モモチャンネル始まるよ。わー、皆さんこんにちは、ももちーチャンネルです。これやられる、これ叩かれるっすね。EXIT ファンにやられるっす。どれ一番しっくりきました？しっくり、あのマジで当たりさまないことしか今この3つは正直決めれないっす。1番っていうの決めれないっすね。なんでもう1回Twitter かインスタか、もう一回選び直してもらおうかなと思って、ファンの人たちに。この3つっすね。ももチャンネルと、もも TV と、ももちーチャンネル。これちょっと選び直してほしいっすね。3択で。で、最後、決定したいと思います。参加者増やしたいんで、プレゼントとかも、プレゼント考えておくんで、皆さん、応募よろしくお願いします。いろいろ考えてくれてありがとうございました。何回も言うようなんですけど、
この YouTube を通していろんなファンの人と距離感をこうどんどん詰めて、で将来的には皆さんがやってもらいたいこともどんどんやっていきたいと思ってるし、いやらしい話、この収益化できた時にはちょっとずつこう貯めて自分の夢であるこの体育館を作っていきたいんで、その夢を支えたいなと思った人はいいねとチャンネル登録ボタン押して、これだけよろしくお願いします。ありがとうございました。